p d p 1、e、0条で動作するウィル・クラウザー版の冒頭部分、コロッサル・ケーブ・アドベンチャーは、アドベンチャーゲームというジャンル名の由来となっている、コンピュータゲームである。他に、アドベント、コロッサル・ケーブ、アドベンチャーという名でも知られている。プログラマで、ケービング愛好家のウィル・クラウザーが設計した、ゲームであり、ケンタッキー。コロッサル・ケーブにはいくつも入り口があり、その一つが、 ベッドキルトと呼ばれている。クラウザーは非常に忠実に現実の洞窟を再現しており、このゲームをプレイした洞窟探検家は初めてベッドキルトから殺サルる警部に入ったとしても容易に洞窟をたどっていけるという。ウィル・クラウザーはアーペネットの開発にも関わったボルト・ベルックニューマンのプログラマだった。クラウザーはケービングを得意とし、ケンタッキー州、 マンモス警部国立公園でケービングを行った経験を活かし、娘のためにこのゲームを作った。クラウザーは1970年代初めにマンモス警部国立公園の洞窟群を探検し洞窟の地図を作成しているが、ゲームはテキストベースであり、1975年から76年頃に作った。現実の洞窟とは異なり、ゲームでは斧を投げつけてくるドワーフや、 魔法の橋など、ファンタジー要素が盛り込まれている。最もよく知られているバージョンは、スタンフォード大学のコンピュータでこのゲームを見つけた、大学院生、ドン・ウッズがクラウザーの許可を得て、改良、拡張したバージョンである。ウッズは、トールキンの大ファンで、エルフやトロールといったファンタジー要素を、さらに追加した。ロバータ・ウィリアムズとその夫ンがそのゲームを見つけた。 当時、似たようなゲームは他になく、彼らはアドベンチャーゲームを開発販売する会社オンラインシステムズを創業。まず、グラフィックスを加えたアドベンチャーゲームミステリーハウスを開発し、その後20年にわたってゲームソフトウェア市場で活躍することになった。クラウザーの最初のゲームはフォートランで書かれた約700行のコードとそれとは別の700行のデータで構成されており、 BBN の PDP-10 で動作した。マップは79地点で構成されていて、それぞれにテキストが対応していて、139語の語彙、予定表、各種メッセージなどがデータに含まれている。PDP-10 ではゲームデータをすべてメモリ上にロードして、プログラムを実行する。そのため、次期コアメモリを 60kW 必要とし、128 キロワードしかじきコアメモリを搭載していない PDP-10 システムにとってはかなり大きな負荷だった。ウッズの改良版も PDP-10 向けにフォート欄で書かれている。コードは約3000行、データは1800行に増えている。マップ140点、5位293号、オブジェクト53点、予定表、その他のメッセージなどがデータに含まれている。 クラウザーのバージョンと同様データはすべてメモリ上にロードするが、プログラムを工夫することで必要な磁気コアメモリを42キロワードに減らしている。フォートランのコードは PDP-10 特有の特徴を最大限に活用している。PDP-10 のワード帳は36ビットであり、7ビットのアスキー文字を1ワードに5文字、格納できる。フォートランでは このような5文字の文字列同士を整数として比較することができ、このゲームで認識する語彙は、先頭を5文字だけを比較して判別されていた。また、PDP-10 のオペレーティングシステムには実行中プログラムの時期、コアメモリ上のイメージをセーブ、リストア、リスタートする機能を持っており、これがアドベンチャーゲームでのセーブ、リストア機能の原点となった。この場合、セーブされるのは、 サスペンドしたプログラム全体であり、一部データだけという最近の実装とは異なる。このように PDP-10 固有の特徴を活用しているため、他のプラットフォームへの移植は難しかった。その後このゲームは、新言語やフォートランといった汎用プログラミング言語で実装されるのではなく、Z マシンなどインタラクティブフィクション専用エンジンをターゲットとして、 実装されるようになった。オズボーン日常で動作中のアドベント殺っ去る警部は様々なバージョンがリリースされてきた。一般に単にアドベンチャーと題することが多く、それに何らかのタグを付与することも多かった。大きな数字が付与されている場合、そのゲームでの最高得点を意味している。ウッズが改良を行った最初のバージョンで、 初めて特典システムが導入されており、アドベンチャー350とも呼ばれている。ラッセル・ダレンバーグのアドベンチャーファミリーツリーのページに、不完全ながら各種バージョンとそれらの関係が示されている。クラウザーの最初のバージョンが発見されるまで、ウッズが1977年に拡張したバージョンが最初だと見られていた。ウッズは特典システムを加えており、最高特典は350点だった。 その後のバージョンではさらにパズル的要素が加えられていき、最高得点は1000点やそれ以上になっていった。マルチプレイヤー版のコロッサルケーブもある。1977年、ランド研究所のジム・ジログリーは、ウッズとクラウザーの許可を得て、数週間を費やして、フォートランからユニックス上の新言語に移植を行った。これは、BSD のディストリビューションの一部となっていた。 2012年現在、フリーブスドでは、ポーツのゲームズ、ビスドゲームスに含まれており、リナックスのディストリビューションの多くでは、ビスドゲームスというパッケージの一部として、含まれている。1970年代末には、プライムコンピュータのスーパーミニコンピュータにも、移植されている。OS は、プリーモス、使用言語は、フォートラン4である。1978年末には、 IBM のメインフレームにも移植された。OS は VM、CMS、使用言語は PL、I である。1980年、マイクロソフトは Apple2 プラス向けや TRS-80 向けのアドベンチャーをリリースした。また1981年には IBM、PC 向けの最初の MS DOS1.0 上で動作するアドベンチャーをリリースした。 5.25インチのフロッピーを媒体とし、そのディスクから直接ブート可能となっており、ドスからその中身を見ることができないようになっていた。このバージョンでは130の部屋、15の宝物、40のアイテム、12の得べき問題が含まれている。フロッピー上に2つまでセーブ可能である。デイブ・プラットの550点版には様々な新機軸が導入されている。 フォートランや C で直接プログラミングするのをやめ、プラットはアドベンチャーゲームを記述する A コードという言語を開発し、ゲームをその言語で書き直した。A コードのソースをフォートラン77で書かれたムンガーというプログラムで全処理し、A コードからテキストデータベース及びトークン化された疑似バイナリに変換する。それらを回77で書かれた実行エンジン、エグゼクティブと共に配布した。 またゲームにランダム性を導入し、プレイヤーの選択に対する応答に幅を持たせ、滅多に発生しないイベントを導入したりしている。デール・ピーターソンによれば、ドン・ウッズは1990年代中頃までこのゲームのバージョンアップをリリースし続けていたという。クラウザーからウッズが開発を引き継いだ頃、他のプログラマもそれぞれ独自に開発を継続した。 デイブ・プラットの550点版のコロッサル警部はオリジナル版以外では最も有名で、その後の派生バージョンの起点ともなった。例えば、マイケル・ゲッツの CP ・ m 用5 8 1点バージョンなどがある。また、舞台も洞窟から火山や地下墓地の迷路などに変えられたり、プレイヤーがプラと入力すると溶岩の上の空中に吊るされた椅子に、 プレイヤーが転送されるといった仕掛けも登場するようになった。バイキングが撮影した火星の写真が360度に描かれている部屋とか魔法の絨毯といったそれぞれのバージョン独自の趣きが加えられている。グラファム・ネルソンのインフォームデザイナー、S マニュアルではこのゲームを1980年代のアドベンチャーゲームの三部構成の先駆けだとしている。三部構成とは ゲームの地下世界の兵士を恐怖症的感覚と深さを強調する効果を持つ地上でのプロローグ、現実世界からファンタジー世界へと移行する中間部分、そして結末マスターゲームである。ありがとうございます。